ベッチドルフは、フランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏のコミューン。釉薬に塩を用いる石器の製造で知られる。ドイツ、プファルツ地方と接する、ウトルフォレ地方の入り口にあたる。ベッチドルフ焼きベッチドルフの地は、ケルト人とローマ人が最も古くに暮らしていた。中世最盛期、村は、ハットガウ領主の領地の一部を成していた。1332年に、 リヒテンベルク家が領主となった。村は16世紀初頭のドイツ農民戦争で農民側につき厳しく罰せられた。1586年、ドイツ人陶芸家ナッチェンが村へ移り住み、彼は石器の製法を伝えた。ソエルガー沿いは天然の粘土が取れた。芝叩く間にベッチドルフは石器の製造中心地となり、アルザス地方に良い品質の食器を供給した。 1717 17年、ラインダントから陶器作りの別の影響があった。製造中に塩水を噴霧し、灰色の器に青い釉薬をかけるという特徴の陶器のおかげで、村は繁栄した。現在、スフレンアイムの陶器とともに、ベッチドルフの陶器も知られている。13の工房で昔ながらの塩水を噴霧するやり方で作られており、これによって防水がなされるのでベッチドルフの器は、 食品の保存に向いている。1971年3月13日、オーベルベッジドルフとニーデルベッジドルフの2つのコミューンが合併して、ベッジドルフが誕生した。参照元、INSEE。ありがとうございます。